実写版からかい上手の高木さん、ネットフリックスの選考の方で終わったので、まあ個人的に語っていこうかなと思ってます。まず改めて思ったの、これやっぱり実写映画のためのテレビドラマだなって思った。まあそれはもう、まあ、10年後の高木さんイフやりたくて、まあこれ作ってんだろうなって感じはしたからいいんだけど、まあ評価は保留しとくにしても、まあ超絶ざっくり語ると、高木さんと西方が中学時代で、高木さんが転校してパリに行っちゃいますと。で最終話で、あのその辺うだうだやってたら、まあ、高木さん帰ってくるっぽいと思ったら、やっぱり結局パリ行っちゃうっていうのがあって、これは結構残念だったかなと思った。まあ映画のあらすじからして、まあ仕方ないなと思ってたんだけど、まずどこまで行っても原作漫画とアニメでできなかったこと、あるいはもう原作破壊をして実写ドラマやってるっていうのは間違いなくあるから、まあその性質は絶対にあるんだよね。まあわかるよ、ちーちゃん回やれって俺も思うし、まあそれもさ、新鋭動画さんのスケジュール次第でもあるだろうし、まあアニメの高木さんは劇場版アニメで、まあお互い恋心を自覚して終わってて、まあそこでまあちーちゃん生まれて、それでハッピーエンドだからいいかなと思ってんだけど、まあ元高木さんをアニメ化でやんなかった理由って、まああれね、ラブコメじゃなくて日常系になっちゃってるから、まあ元高木さんはいい日常系漫画ではあるんだけど、まあ趣旨はずれるよねって思うし、まあ最近ちーちゃんが成長した姿のラブコメもやってんだけど、まあ西方さんはストック足んないからね。まあ新鋭動画さんの話しちゃうと、まあその辺落ち着いたからこそ、あの僕ヤバをやったんだろうし、まあなんていうかさ、原作やアニメで、まあ、10年ぐらい離れ離れになってた、まあ、西方と高木さんみたいなシチュエーションをやりたくないのはわかるんですよ。まあアニメの方は、まあ、3期やアニメ映画の方で、まあ、高木さん転校エンドはもしかしたら考えてたんじゃないかなと思ってた。まあ別にちーちゃん生まれるんだったら、その間10年間があっても全然問題ないわけだし、実際アニメ映画はまあ離れ離れになってたっていう記述はないにせよ、まあちーちゃんと3人で家族で夏祭りに行くまで結構時間スキップして終わってたからね、あれ。まあ俺の考えなんだけど、高木さんがあの転校して、それから10年後にのこのこ帰ってきて西方と結ばれるっていうのはまあありかなと思う。寝取られとかどうでもいいんだけど、あれさ、結局さ、仮に高木さんと西方で高校生編やるとしても、それでも歩は寄せてくるとあんま変わんないと思う。まあうるしは女西方だと思うけど、まあちーちゃんが成長した姿っていうかな。というか、小学館と講談社の違いはあれど、高校版でついでに将棋も含めてやったのが、それでも歩は寄せてくるだから、まあ、仮にそのまま高校時代の高木さんと西方見たかったら、歩見ればいいじゃないかなと思う。アニメも出来悪くなかったからね。まあ歩と同じことを高木さんと西方でやってもあんま意味ないから、まあそこら辺スキップするのもわかるし、あれまだあれ実際に高木さんと西方が結婚する直前っていうのはまあ書かれてなかったんじゃないかなと思う。まあほのめかしはあったとしても、まあなんだろうね、実写映画で完結編なんだろうなって思うから、それ見てから判断ってとこですかね。ただ俺ね、これアニメや原作でできなかったことやってんなってのは感じるから、そこまで原作破壊だとは思ってないです。まあ一応褒めとくと、ちゃんとモデルになった島使ったり、中学生の役者使ったり、気は使ってますかね。ただまあ西方と高木さんはやっぱ梶裕貴さんと高橋理恵さんの声あってかなって思ってるから、やっぱそこら辺の演技幅っていうのはやっぱちょっと出ちゃうなっていうリスクは感じた。まあこの辺本当に難しい話題で、演技力ある人がでやると、まあ、20歳以上の俳優になっちゃうだろうから、やっぱコスプレ感否めなくなるし、まあ、そこら辺はやっぱアニメという媒体が絵に対して声優さんが声を吹き替えるっていう、まあ、強みみたいなものもあるだろうし、難しいよねって思った。ただまあチャレンジングなところはあったし、まあ、作品に誠実だとは思ったから、別にこれはこれで良かったです。
あとはね、西方の夢落ちでクリスマスに高木さんがサンタやるっていう話あるんだけど、夢落ちなんだけど、その時の夢落ちサンタ高木さんの不審者っぷりが実写だからこそシュールってのはありましたかね、うん。あとはまあサブカップリングのあれこれやったりするのも高木さんだったし、作品として誠実に作られてたかなと思った、うん。まあこう言っちゃったんだけど、高木さんちょっと引き伸ばしすぎじゃないかってのはちょっと思うからね。まあさっちゃん僕はもう見ると思いますし、あれジャンプラのやつね、うん。まあ高木さん映画は見に行こうと思います。まあ総評としては評価保留だけど、まあパラレルワールドとして見るんだったら、まあ丁寧に作られたラブコメって感じかな、うん。まあ個性的に映画がやっぱ本丸だなってのはちょっと思ったから、映画がどうなるのか次第ですね、うん。まあ個人的には頑張ってほしいなと思ってます。以上です。